H&KP2000 はドイツの銃器メーカーである H&K 社が同社の H&KUSP をベースとして開発した自動拳銃である。H&KUSP の小型改良版として2001年に開発されたのがこの P2000 である。もともと多くのバリエーションを持つ USP ではあるが女性警察官からグリップが太すぎるとの声が上がっていた。 そこで、同じくドイツの重機メーカーである、カール・ワルサー社の P99 の特徴である、バックストラップを交換可能とすることで、手の小さい女性でもグリップがフィットする設計になったのと同時に、左利きの手に配慮し、操作系統も交換できるようになっている。この特徴から、P2000 は極力左右対称のデザインとなっている。また、グロック17の セーフアクション P99 のクイックアクション機構と同様、激震がダブルアクションとシングルアクションの中間にあり、双方の重さとストロークで引き金を引く機構を採用している。弾薬は q x 1 9ト、mm、ルパラベラム弾と 40S&W 弾のほかオプションで357シグ弾を選択できる。また、近年では日本の警察が P2000 を装備している。日本警察の P2000 には専用のランヤードが付属し、弾薬は 9mm パラベラム弾を使用している。また、引き金を引く重さの違い、システムの相違から v 1、V1、V5 までのバリエーションが存在する。V3 では、通常のダブルアクション、V5 では、ダオが採用されている。ありがとうございます。